皆様おはようございます。キスジャガーです。令和元年2019年12月の5日、木曜日です。朝の6時54分ですね。おはようございます。今日は、西名阪の郡山インターまで行こうと思ってます。よろしくお願いします。はい、現在位置は、阪神高速4号湾岸線南向き泉佐野方面、助松ジャンクションの 200-300m 手前ですね。はい、助松ジャンクション出ていきます。6時55分なんで、もうほぼ7時なので、通勤の車がたくさんいるような予感がしております。まだ大丈夫、反対車線が多いのか。反対車線えげつないなこれ。はい、この道路は制限速度60キロですし、あの覆面パトカーとかがたくさんいるかと思います。制限速度あんまり破らないようにとか飛ばしすぎないようにした方がいいかと思います。あ、朝日が綺麗に昇る感じかな。今ようやく夜が明けて明るくなりかけて、山の向こうでお日さんが山に隠れてるだけでもう昇ってきてるという感じですね。はい、今左から一般道から交流がありました。そして間もなく一般道へ出る最後の出口、最初で最後の出口がございます。ここを左に降りますと国道26号線に出ることができます。これ越えると有料道路になりますんでご注意ください。はい、堺仙北道ですね。ここから有料です。堺仙北道です。堺仙北有料道路ですね。制限速度は60キロ。この道路、間もなくというか坂下りまして、すぐにもう左車線なくなってしまうので、右側へ車線変更しておいた方がいいかと思います。はい、このように左車線なくなりますんでご注意ください。はい、一般道からこうして合流もございます。乗り心地悪いなこれ。すいません、今日乗ってるこの車はトレーラーではなくトラックです。で、めちゃくちゃ古いんですよ。2つ3つ前ぐらいの形の日産ディーゼル UD なんですけれども、1回ね100万キロ超えてエンジン乗せ替えてるんかな。まあ、235,336km と書いてますが、エンジン乗せ替えてこれなんですよね。もうさっさと処分してくれよっていうボロい車で、うちの会社で一番古いやつです、今日乗ってるやつなのでね、乗り心地で大変悪いし、何もかもがボロいです。オートクルーズももちろんついてません。今日はカメラブレブレかもしれないんで、ちょっと初めて西名阪のご案内をするということで初めての動画になりますんで、もうちょっとマシな車が良かったんですが、まあ仕方ないね、仕事なんでね。はい、
堺仙北有料道路、間もなく料金所があります。本線料金所があります。この本線料金所は坂下ったところにあるんですよ。なのでスピードご注意ください。前の車が ETC に不備があったりして、急に何ですか、当選ぼくらったりとか、あと ETC と一般レーンのところを現金で払う車が入っていたりとかして、急に、ね、止められることがあったりします。それで交通量結構多いんですが、急に止まって車線変更もできへんわとかで、追突の危険性が非常に高いというか、これ見てもらったら分かるように、一番右が ETC、 二番目が真ん中が、ETC 一般レーンで、一番左が一般レーンです。そして一般道からこれ登ってくるんですよね、車。なので一般道から登って、左から登ってきた車が右の方へ ETC 行きたくて来る車もいるし、で右側を走ってきた車が一般レーン行きたいよということで左に行こうかなと思っても、左から車来てて行けないことが多くて、それで真ん中レーンで仕方なしに現金で突っ込んでしまうみたいな。そうすると ETC でバンバンリズムよく行ってたんが、急に現金の車が入って止められるみたいな。まあ ETC の車からしたら、一般レーン一番左やんのになんで真ん中わざわざ入んねんっていうような気はしますけれども、タイミング悪く左行こうかな思ったんやけど、一番左一般道合流かなり入ってきますんでね、今まだ朝早いから車がたまたま来ませんでしたけども、日中はもうすごく交通量も多いし、さっきの料金所ごった返すんですよね、結構ね。で、料金所の手前から1キロぐらいから渋滞することもまあありますし、スムーズに行くか行かんかはタイミング次第なんですけどね。はい、一発目の出口越えましたね、すみません。太平寺という出口やったかな。二発目が平井かなかと思われます。一発目で降りると仙北2号に出るのかな、一般道。二発目のこの平井っていうのが、まあ中央環状線走りまして、しばらく行って仙北1号があるのかな、まあ、そういった形になるかと思います。私の出身が大阪の北摂の方なんで、吹田なんで、ちょっとね、堺とかこっちの方全然土地勘がありませんので、詳しくは申し上げられません。能力が足りません、すいません。能力足らんねんったら偉そうにもの教えるみたいな動画作んなみたいなね、まあお叱りもあるかと思いますが、ご容赦くださいということで。はい、ごちゃごちゃ言うてる間に阪和道入りました。阪和道、北向き、松原方面向きですね。堺ジャンクション今通ってきまして、まもなく堺本線料金所がございます。2019年12月5日、木曜日、7時3分になりました。仙北有料道路をスムーズに行ったら何分で抜けたかな、10分ぐらいかな。ちょっと遡って確認しないとわからないんですけど、ただいまの時刻7時3分です。カメラではまだ見えてないかな、もう間もなくあと1キロぐらいでいるかな。堺本線料金所が見えてまいりました。はい、本
本線料金所の 500m 手前、ここから60キロに制限速度変わります。私いつもあの左からね、あの UTC 行って、あの一番左面走るんですが、ちょっと交通量が出てきそうなんで、そろそろもあの速度出せなくて遅いのを承知で真ん中走ります。抜きたい方は右から抜いてください。まあ、左から抜いてもらってもええけど、一応交通違反です。左からの追い越しはやめましょう。超えました。丹波道北行き、松原方面行きです。制限速度80キロです。ダメだ、この車古いから75も出してしまうと速度オーバーしてしまう。75も出せないな、この車では。まあ、他の車でも76も出せないんですけど、80キロの道路なんですが、会社がつけてくれた足かせというやつです。能力的にはね、あの95キロぐらいまで多分出るんですけど、あの出してはいかんのです。ボッコボコにどつかれるんでね、あの出したらいかんのですよ。三原ジャンクションまで4キロ、松原ジャンクションまで9キロ、吹田ジャンクションまで36キロとなっています。はい、間もなく三原南の出口です。入り口は、三原北までございません。逆に、三原にご用の方は三原北出口ございませんので、三原南で降りてください。こっち側の車線は渋滞始まってないんでね、反対側はちょっとあのもう交通量が多いんですが、こちら側はまだ少ないんで、ちょっとずうずうしいですが真ん中走ります。70キロぐらいしか出されへんので、ちょっと気は使ってるんですけど、左側走ったら走ったでね、入り口合流してくる車とかの進路妨害みたいな邪魔になってしまうんでね、私が。あの乗用車とかと違って、ちょっとまあ、トラックタイプにしてもトレーラーでなくても、一応ね、乗用車とかよりは車体が全長が長いので、入り口入ってきた車の合流するときにちょうどタイミング悪く私がいたら立ち塞がってしまう。まあ、左はやめとこうかなみたいな。はい、三原南出口です。三原北では出られません。三原南出口です。制限速度50キロと書いてました。そして、さっき読み上げておらんかったんですが、もう嫌な予感がプンプンしております。棒線、横棒線引いてて、時間読みが出てませんでした。先ほど電光掲示板違うかな。距離は三原から松原まで5キロぐらい、今日距離の方は事故してようが何しようが変わらんのですけど、所要時間の方が、電光掲示板が表示されてませんでした。1キロ先渋滞4キロとありますね。これ朝の通勤渋滞やな、普通の。松原ジャンクションは結構もうこれぐらいの時間だったら渋滞しますし、今日は12月5日五島日なので、そういうこともありまして渋滞きつめやと思います。もう7時回ってるんでね、通勤の車バンバン来てるんで、これダメでしょうね。今から突っ込んでいっても
はい、三原南を越えて三原ジャンクションです。三原ジャンクションは南阪などに行きします。ああもう渋滞のお尻が見えた。ケツ丸出し。渋滞の最後尾をハザード耐えて後ろ追突されないように合図をしましょう。すいませんね、噛み噛み足咳するしお聞き苦しいですが、こんなところから止まりましたね。左からの合流が、三原ジャンクションの、南阪などからの合流になります。入りたいのか、入りたかったら入り、ここで入らんでもいいけど、しておりますね。まあ空いてると思って来てないんですけどね。混むところなんで。だけどちょっと手前すぎたな思ってる。この先三原北からの三原北入り口からの合流になります。三原北出口はございません。今現在阪和道北向き、松原方面向きで走っております。この道路の真下、一般道並行して走っておるのが大阪府道36号です。一応府道2号が大阪中央環状線なんですが、この36号もその延長線にあるということで中間という言われ方はしてます。地元の人に聞いたら全然違うかったらごめんなさい。一応ね、松原のあたりで堺の市街地を走って、天皇さんのお墓のところ、前方後円墳のところ通って臨海線大浜の方に抜けていく、あの道も中間と言われてて、あっちがメインやと思うんですが、まあ、この三原方面にこう降りてくるやつもこれ延長線上にあるんで、その勢いでというか、まあ、中間と府道36号なんですけども言われておったかと思います。中間そのまま真っ直ぐやみたいな説明を受けたことが何十年前かにあったような気がします。そんな程度です。時間読み書いてないね今。またよっぽど時間かかるということです。普段10分で行くところが30分って書いとったら、うわ混んどるなって思うんですが、これ防線引いて30分とも40分とも書かないよということになってきますと、コンドルナーを超えたことですね。もう時間わからんよと、交通情報がサジ投げたよっていう状況なんですよね。で言うてましたら、目の前の交通情報電光掲示板あちらを見てわかるように、松原ジャンクション、私が今から西名阪行こうとしているそのジャンクションで事故があったみたいな感じです。バツ印が点滅してます。あっこより先で事故しててくれる分には、あそこで私どうせ松原ジャンクションから西名阪道に入るんで、もう近畿道行かないんで、ええのになと思ってたんですが、わざわざそこで事故してるでしょう。まあ事故するようなところなんですよ。下り坂やし、カーブしてるし、合流はあるし、マナー悪いしみたいな。マナー悪いしっていうのがまあ余計なことやけど、マナー悪いんですわ。危ない、もう下りや坂道や合流や言うて
危ないことがいっぱい積み重なっておるところに加えてマナーが悪いっていうのがもう一つ乗っかってくるので、交通量も多いですからね、当然。まあ、事故を起こるべくして起こるところを皆さんの上手なテクニックで普段たまたま事故が起きてないだけで、まあいつ事故をしてもおかしくないようなところだなとは毎日思いながら走ってますけどね。もっと危ないところは逆に言ったら他にもいっぱいあるんですけれども、まあ車の通る数が絶対数がすごく多いので分母がでかすぎるんでね、もっと危ないところの方が事故しそうやけども、あんまり通らへんかったら事故起こる回数少ないかもしれないけど、あまりにも車がたくさん通るもんですから、たまたま起きる事故っていうのが頻繁にあるみたいなね、そういうところです。こっからあと何キロやろ、 2.8 キロ、まだ先3キロぐらいかな、まだこの渋滞3キロほど続きますね。この道案内の動画でね、渋滞はまってる時間余計なんでカットしたりしてもいいんですが、まあ見るにしてもちょっと見にくいよみたいな動画をご覧になる方は、はい、行って、うるさい、行ってくれ。この先事故ってこれ松原インターから乗ってきたらあかんのかいな、パトカー。松原インターより手前でやってるの、こっちから行かねえかんかったか今。どうなんやろね。松原に入り口がございます。松原入り口からパトカー乗ってきてくれたら、この辺の車かき分けてね、いかんでよくなるから、この辺流れは落ちないんですけど、その入り口より手前で事故してるんであれば、交流地点より手前っていうことになるんで、それ抜けてしまえば別に西名阪の方に行こうか近畿道に行こうか、スムーズっていうことになるんでしょうけれども、どこでやってるんでしょうね。多分この残り距離考えますと、入り口越えてジャンクションのところでやってると思うんですけどね、事故ね。で合流で当たってるんやと思うんですよ、予想では。合流する前にまっすぐこのまま北向きでまっすぐ走っててぶつかったとかいうのは考えにくいですけどね。まあ進路変更しようかなみたいな、一番右車線の人が一番左車線行きたいわみたいな、その時に左に行く時にちょっと当たったとか、左からバイクが抜きに来てて当たったとか、そんなことがあるのかもしれないんですけども、合流地点でも何でもないところでこのまっすぐ走るだけで事故というのはね、なかなか考えにくいですよね。もう五島日や朝7時回った通勤の渋滞やと言うてますが、そんなこと関係なくなりました。もう事故してるんで、そのままのものすごく多い交通量が事故を食らって止まってしまうぐらいの渋滞になってます。動画的には、もう無駄な部分なんで、この部分カットしてしまって、松原ジャンクションから西名阪入るところから動画もう一回スタートし直した方がいいかもしれないんですが、まあちょっと、渋滞っていうかね、事故の現実もあり、渋滞の現実もあり、まあ、こういうのも合わせて見ていただこうかなと。で、まあスムーズに走ってる動画はまた、別の機会にもうちょっといい車で、こんな乗り心地の悪いガタガタした車じゃなくてね、西名阪に入っていくよという動画もこの先5回も10回も多分アップロードしますから、スムーズなやつが良かったらそちらをご覧ください。まだ撮ってないんで、これ初めてなんでね。一応西名阪の撮影しようかなって言ってるのが今日が初めてになります。
初めてがこの自己渋滞で、あと2キロ以上先ですね。2キロでまずあの阪神高速14号松原線への分岐が始まるので、あ、右でやってんのか事故、左じゃなくて。2キロ先がとりあえずジャンクション分岐地点になったり入り口があったりするので、もう今の時点で左こうやって出して合流してくるということは、やっぱりあれですね、あの合流の事故ではありませんね。合流地点行くまでになんか接触事故かなんかしょうもないことしてるんですわ。まっすぐまっすぐ向かうだけやのに、北に向かって分岐も合流も何にもないところでまっすぐ向かうだけやけど、割り込みとかマナーが悪いがために、交通量が多いがために、もう上りも下りもカーブも何にもしてなくて、何にも難しいことないのにこんなところで事故するっていうね、めちゃくちゃ迷惑ですけどね。トラック2 K が追突したのか、ああ前潰れてるな。そうです、トラックにあの K がお釜掘ったんです、追突したんです。しょうもないことです、これ進路変更でも何でもなかったです。追突してます。一番右を走っておって、左車線で14号松原線阪神高速行きたいんやと、左に車線変更しようと思って指示器出して、左の安全確認もせずパッとハンドル切ってしまったら左に車がおったみたいな、そういう接触事故を想像したんですが、そんなことではなく、まっすぐ北向いて走って、まっすぐ走ってて目の前にいるやつに追突したと、そういうことですね。前を見て走っていなかったっていうことでしょうね。だから多分携帯電話触っておったのかな。で12月1日から携帯電話の事故厳罰になりましたので、あ、これすごいな。携帯電話を触っていてそれがために事故しましたという、それを原因とするような事故になった場合、一発免停の可能性が非常に高いかと思います。で、罰金刑、違反金で懲役も何やったらあったんじゃないでしょうか。まあ、懲役は人身事故とかやったら間違いなくなりそうな気配です。まあ人身事故やったらね、厳罰化されてなくても懲役は懲役ですけどね。はい、いらんこと言ってました。まず松原の入り口が終わりました。そして一番左が14号松原線阪神高速、そしてこの右側車線、真ん中車線が、近畿道吹田方面行き、北行き、そしてこの西名阪道、これらの合流などがあるのが松原ジャンクションです。ややこしいんですよ、あっち行ってこっち行って、阪神高速、西名阪、近畿道とこの3つに分岐するわ、一般道から松原入り口入ってくるわ、いろいろありまして、ややこしいんですよ。で合流がある、交通量多い、無理やりねじ込んでくるみたいな、そんなんでジャンクションでどうせ合流で無理やり割り込みしようとしたやつが事故を起こしたんちゃうかみたいな、事故を起こしたかどうかわからんけどきっかけぐらいは作っとるんやろなと思ってたら、さっきみたいにしょうもない追突事故みたいな、あれぐらいの潰れ方やったらね、自走できるんで、別に警察呼んでもう5分ぐらいではいはいって言って、もう一回一般道降りてからやってほしいですけどね、事故処理。あそこでね、松原で右車線塞いだままずっと免許証見せてくれとか、なんでやったんやとか、でどっからどう来たんやとか、そんなことを30分も1時間もやられたんでは、ちょっと12月師走のこの交通がたまったもんじゃないですよね。12月まあ入ったらね、年末は1年で一番忙しいと、繁忙期やという方もたくさんいらっしゃるでしょうし、そして今日は12月初めてのご当日、12月5日なんで、そういうこともありまして、まあ朝の通勤時間帯も7時過ぎなんでね、迷惑は迷惑ですよ。
この上なんか大阪やら、うん、奈良なんかの交通に大変迷惑がかかってるんじゃないでしょうか。はい、今西名阪の料金所越えました。藤井寺のやつ、ちょっとごちゃごちゃ言わんとね、ちゃんとご案内しないといけないね、そういう動画やから。すいません。そして時間読みもね、気まぐれっていうよりはちゃんと要所要所でやらないといけないですね。2019年12月5日木曜日、7時24分になりました。7時24分です。わー、太陽が出て逆光がめちゃくちゃ眩しいね。カメラ もうめちゃくちゃ逆光にやられてると思いますわ、これ。はい、まもなく藤井寺インター、藤井寺インター出口です。藤井寺はその昔、近鉄バファローズの、本拠地、藤井寺球場がございました。藤井寺球場、多分なくなったんかな。日生球場なくなったっていうのは分かるけど、藤井寺球場までなくなったんやろか。まあ、近鉄バファローズの球団が亡くなったっていうのはもうご存知の通りですけどね。はい、藤井寺のインター出口です。そして電光掲示板書いてありましたが、天理でまた事故やってるそうです。まあ私は郡山でおりますので、天理まで行かないで関係ございません。まあこの先郡山まで20分の間にどんどん渋滞が、20分走ってる間に渋滞がどんどん伸びてきて郡山の方まで届いてきてしまうと私にも影響が出るんですが、まあ今のところ関係ございません。はい、藤井寺のインターチェンジ出口越えて、今度入口合流左からありました。片側3車線80キロの道路です。乗り心地も悪いし、西名阪もそろそろちょっとボロい感じがするね。古いからね、継ぎ目でもバンバン跳ねるし、アスファルトの継ぎはぎが見苦しいというか汚いね。古い車で走ると乗り心地悪くて大変しんどいです。バリアフリーにしてほしいね。段差ではないけど、もう段差かっていうぐらいこっちショックきますわ。もう車椅子でも行けるように作り直してほしいね、ここ。またそんなしたら金がかかるだけじゃなくて、あれか、通行止めで渋滞させられるか。それはそれで嫌やな。嫌やな、それは。次はぎ我慢するか。こっちの車がボロいのが悪いね。もうこんなん処分して新しいの買うてくれっていうことで、まあ、会社にいい加減にしとくよということです。藤井寺を過ぎて5キロぐらいあるんかな、間が。橿原やったか橿原やったかちょっと読み方がわからないんですが、まもなく左側出口があります。何だったかな、大学がありますよね。ほんでブドウの産地ですわ、大阪の。ブドウ作ってますね、ブドウ狩りができますね。まだ買ったことないんですけどね、美味しそうなんで道端に売ってるんですけどね。柏原ですね。はい、柏原2キロ手前です。現在時刻7時28分、西名阪道東向き、天理名古屋方面向きですね、走っております。遅い車は左車線へと書いてます。で、制限速度80キロの道路で、私の車70キロぐらいでやめとかないといけないというか、75も出したらもうどつき回されるような、そんなあれなんで、遅い自覚がございますが、左走りません。
あのこの柏原 のインターチェンジ越えますと、2車線になるんですよ。左車線なくなりますんで、もうこのまま真ん中車線に降りたいと思います。わー、天理から郡山まで事故渋滞中となってて、郡山までってなってるな。ちょっと影響を受けるかもしれませんね。まあいいや、このまま行こう。このまま行こうというか、もうやりようがないんですけどね。降りて国道25号走るたって、あれはあれで小虫一車線の道路やし、まあ信号はそんなに多くはないけど、まあ降りようっていう気にはならないですね。はい、柏原出口です。柏原出口を越えますと、こうやって左車線なくなります。でここインター、柏原インターと申し上げましたが、入り口がね、松原方面にしかないみたいですね。おそらく一般道から奈良方面に向かって、郡山方面に向かって、入り口なかったと思います、多分。なので柏原インターという言い方はやめて、柏原出口という風に言い直しておきますね。私の中ではというか、区別してまして、東西両方向というか、まあ、南北でもいいんですけども、両方向に向かって出口も入り口もあるよというやつをインターチェンジと呼びたいなと。それ以外のやつはもう出口しかないところはインターと言ってしまったら、入り口も出口もあるんかなと勘違いしてしまうので、出口しかなかったら出口という言い方でやっていきたいと思います。はい、ここから大阪府を終わりまして奈良県に入りました。奈良県香芝市ですね。香芝市娘、2019年12月5日木曜日7時31分になりました。西名阪道、東行き、名古屋方面行きです。柏、法隆寺、郡山、天理というふうに行きますが、途中でスマートインターがなんかできてたな、あれなんていうとこやったかな。ちょっとね、しばらく通ってないんで、もう3ヶ月も4ヶ月も通ってないんで、ちょっとど忘れしました、すいません。まあすいませんというか、もうすぐ通過しますんで、その時お伝えしますね。交通量出てきましたね。平日木曜日の朝の7時半通勤で高速道路走られる方もたくさんいらっしゃるということで、はい、柏のパーキングじゃないか、これサービスエリアですね。柏サービスエリアです。こちら側は何があったかな、レストランちょっと覚えてません。反対車線はね、あのラーメンのカムクラやったかな、サイカラーメンやったっけ、カムクラやったっけ、なんせ奈良県のラーメン屋やったかな。カムクラって奈良やったかな、大阪やったかな。まあカムクラです、反対車線ね。柏サービスエリア過ぎますと、まもなく下り坂で柏インターがございます。この下り坂結構きついんでご注意ください。カメラで見てわかるかな、結構きついんですよこれ。でこの結構きついよって言ってる、このきつい下り坂の真ん中あたりに柏の出口がこうしてございますので、まあ柏は出口だけではなく入り口も両方向ありますんで、インターチェンジという言い方しておきましょうか。はい、柏インター出口越えました。この
はい、続いて柏インターの入り口です。柏インター入り口合流です。西名阪道東行き名古屋方面行き、制限速度80キロです。現在柏インター入り口越えました。しばらくあのスマートインターまでもなかったっけ、法隆寺の先やったか手前やったかちょっと忘れましたが、しばらく平和なはずです。5キロぐらいは何もないはずです。奈良県上牧町、上牧町って何やったかな、靴下の町とかそんなんやったかな、違うかな。まあちょっとあのよくわからんことは言わんときましょう。法隆寺が先に4キロ先にあって、その次スマートインターが大和まほろばインターか、そうなってるようです。スマートインターというのは ETC 車両でしかあの出られませんのでご注意ください。入り口も多分 ETC 車両じゃないとダメなはずです。チェンジというか出入り口ということで、まあスマートインターだいぶあちこち見かけるようになってきましたが、この西名阪の大和まほろばインターか、インターというかあのスマートインターね、ここはもうだいぶ前から、昔からかなり初期の頃からあったんじゃないかと思います。まだ よそにそんなものができる前から設置されておったという印象ですね。私のからむので、あのコーヒー飲みましょうか。これブラックなんでね、余計喉がイガイガするかもしれないですけどね。ああ、西名阪道東行き、天理名古屋方面行き、まもなく法隆寺インターです。法隆寺インター降りたら何番やったかな、県道5番やったかな、5号線やったかもしれません。まあその5号線やったら5号線であのよく使うんですよ。まあよく使うって言われても困るか、まあいいや、中途半端な説明はやめておきましょう。別に法隆寺には行ったことないんですけどね、小学校の遠足とかで行ってるかな、どうかな。法隆寺で降りて法隆寺に行ったよみたいなことはしたことはないです。仕事でたびたび利用させていただいてるインターです。天理から先事故渋滞中、天理から先か、天理から郡山で先書いてたんや、嘘ばっかり、ほんまに。天理より手前です、あの郡山はね。天理から先事故渋滞中なんやったら郡山関係ないやん。はい、何やったっけ、西名阪、東向き法隆寺インター出口です。これね、入り口もあったと思います、両方向、出口も入り口も両方向あったと思います。インターチェンジでよろしいかと思います。はい、右に曲がると大和高田となってますね。あの郡山まで行ってね、国道24号線のバイパスみたいなやつとか、あと何やったっけ、京奈和道がね、無料区間みたいなのが郡山のインターから出ておって、なんか柏原やったか柏原やったか、あっちはまた漢字が違うんですけれども、そっちの方に行く
くよとかいう方は、あの郡山の方からでも行けるんですが、まあ今の法隆寺おりまして、あ、見るの忘れた、見るの忘れたけど、あの 例えばじゃなくて、多分県道5号線やったと思いますけど、あれを降りて、あの右曲がってね、あの大和高田と書いてる方行っても、あの大和高田バイパスの方に出て、あの来る時にお伝えした南半田道路で、あの何だっけ、東室とかあの辺に出るんやったかな。まああの南北に繋いでくれるようなちょっと幹線の道路があるんですから、私個人的には仕事でたびたび使っておったと思います。何号線やったかな、5号線やったかな、国道168っていうことはないと思いますが、もっと大阪寄りに168はおると思うので、忘れたから言わんときましょうこれを鵜呑みにされたらえらいことになる。はい、ETC 専用とあのわざわざ大きく看板に書いてあります。このインターは ETC 設置されてない車は出られませんので、ご利用にならないでください。まもなくあの ETC の設置車両しか利用できないスマートインターと言われるインター、大和まほろばインター出口です。ここも利用者大変多いですよね。あ、ここの ETC は20キロで通ってくださいじゃなくて、あのスマートインターもどこも多分一緒だと思いますが、必ずあの一時停止です。一時停止して ゲートが開くのをちゃんと見てからあの行ってください。20キロぐらいでそろっと行ったらいけるわみたいな、その普通の料金所みたいなことじゃないのでご注意ください。はい、大和まほろばインターから入り口から入ってくる合流です。西名阪道は制限速度80キロの道路、東向き名古屋方面に向いて走っております。この合流は何かね、スマートインターじゃなくて、これは何の合流やろ、これもスマートインターか、さっきの合流なんやろね。ほんならあのさっきのやつはあれか、 ETC じゃないやつが間違えて出ようとしたやつが本線に復帰するための道路やったかもしれません。多分そういうことかな。ほんで今のやつがあのスマートインターの入り口かもしれません。ちょっとあの降りて入り直してとかそんなことをしないと確認できませんので、ちょっとごめんなさい、あの確認取ってない情報です。多分そうやね、あの初めにお伝えした分、あれスマートインターの入り口ですとお伝えした分は、多分 ETC 設置してない車が間違えて出ようとして、出られへんわってなって、インターホンでも押して間違えて出ましたって、じゃあそこ開けますんで回ってくださいみたいな、多分そういうための出口だと思います。で、あの今の後からあった分が入り口やったと思います、あのスマートインターのね。はい、そんなことを言うてる間に、あの事故やっぱりここまで繋がってるやん、どっちやねんっていう話ですよね。天理より先へ事故してるって書いてあって、郡山までしっかりあの事故の最後尾来ております。郡山下下津道ジャンクション下津道ジャンクション郡山下津道ジャンクション、これ右車線は京奈和道無料区間やったかな、無料区間ですね。京奈和道柏原やな、これ柏原じゃなくて柏原です、こっちは。はい、右に取るとあの柏原までとりあえず京奈和道行きます。京奈和道の和と書いてますが、和まで行きません、和歌山まで行きません、柏原で降ろされます。で国道24号になります。今工事して繋がってたらごめんなさい、繋がってないと思います。そしてあの私がこの来てる方があの郡山出口の方です。めちゃくちゃこの滑走路っていうかね、出口あのインター出てからが長いんですよね、これ。で隣あの右側に見えておるのがあの西名阪の本線です。
終点の天理インターまで繋がっておって、まだ天理の先で事故してるっていうことなんで、かなり繋がってるでしょうね。で、天理インター越えますと、そのまままっすぐ行くと国道25号線名阪国道と言われる道路がございます。まあ名古屋行ったりするのに名阪国道有料道路ではないので、制限速度も昔50やったか60やったかやけど、なんか最近70ぐらいまで制限速度上がってて、ちょっと走りやすくなってるかと思います。はい、すいません、郡山料金所、料金は2200。はい、郡山インター降りますと国道24号線に降ります。こうやって見ますと今現在7時44分ですが、橿原方面、先ほど言っていた橿原方面行く方はまだちょっと隙間がありますが、京都方面というかね、木津とかあっちの方向かっての方向に関してはもうずっとギチギチに渋滞してますね。繋がりすぎ、隙間もないみたいな。一応高速道路の案内の動画なので、もう録画時間も58分30秒、そろそろ動画切ろうかな。とりあえず24号線本線に合流して街の風景ちょっとだけ映して終わりにしたいと思います。もうあとまあちょっと渋滞してるんでね、合流にどれぐらい時間かかるか分かりませんが、もうまあせいぜいあと5分ぐらいで動画終わろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ12月入ってから言い出したんですけれども、もしよろしければ、差し支えなければ、高評価、グッドマーク、いいねボタンを押していただけると動画作成、アップロードのモチベーションにつながりますので、もしよろしければお願いいたします。あとチャンネル登録ですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあね、あんまりお願い事をしますと、その見返りを与えなければいけなくなるので、後腐れがあるというか、貸し借りなしで気楽にというようなことにならないので、あんまりお願いしたくないんですけどね、ちょっとお願いした方がいいのかなみたいなこともありまして、お願いしてみます。いいねボタンとチャンネル登録、もしよろしければお願いします。この間にしつこくくどくどお願いするやつも珍しいでしょう。あんまりどこの YouTube のチャンネルもお願いはしてるやろうけど、こないくどくど言わへんね。さて、入れてくれるかな、入れてくれるかなっていうか、ほとんど動いてないね。県民が優しいのかどうか、優しいも何も動いてないもんな。だってねえ、信号変わってもね、これずっと5キロも10キロも先もずっと渋滞してると思いますわ。これ久しぶりに来たな、郡山。郡山の何が嫌って、これが嫌なんやけどな。合流が嫌なんじゃなくて、この国道24号線、まあどっち方向もめちゃくちゃ混んで、ずっとこんな感じですわ。好きじゃないな。優しい。入れてくれた。ありがとう。ハザードチカチカチカ、ありがとう、みたいな。感じではないでしょうか。私この先交差点右の方に取りますので、もう一回進路変更、優
優しいな、もう混んでるから、あの無理やりあの車間距離詰めて入れたれへんみたいな、そんないけずしないですね。もうは優しいな。その一方で、ね、さっき言ってたあの南半田降りた方の大和高田バイパスの方はね、結構マナー悪いなみたいな、奈良県どうなってんのみたいな感じしますけどね。もう土地柄というか地域性の問題なんでしょうけど、あんまりしょっちゅう配達行くんですが、いいイメージないですね。なんか優しいな、いつ来ても入れてくれるもんな、普通に。とりあえずずっと置いてやろう。あんまり大和高田の方の悪口言うとディスってるやろお前って苦情が来そうですけども、住んでる人が何とも思えへんのかな。なんとも思うと思うけどな。その町から出たことがないんやったら、そこしか知らんねんやったらねえ、それでいいんでしょうけど、よそと比べてというか、よそ知ってしまうと、うわ、うちの町は結構マナー悪いなとか、そんな風に思うと思うけどな。私自身も大阪市に住んでおりますが、まあマナーのいい町やなと思ってませんしね。私の家のね、目の前ももう防犯カメラ取り付けたらいいんやけど、あの毎日ではないんやけど吸い殻を捨てるやつがおるんですよ。吸い殻を歩きタバコ吸なっちゅうねん、ほんまに人の家の前捨てやがってみたいな、そんなやつしかおらんのかみたいな、そういう町に住んでおるので、奈良がマナーが悪いとか言ってね、あのよその町の悪口言ってる場合じゃないんですけど、ポイ捨てしてるところを捕まえて警察突き出したら、あの逮捕してくれるんやったら、あの24時間張り込んで見張りますけどね。結局あの許すでしょう、警察が、あの仕事せずに。あんまり警察がちゃんと仕事してるとこ見たことないからね。まあ言うのやめとこうか、それも車とか盗まれてみてくださいよ。私盗まれたことあるんやけど、昔ね。まあ自転車とかも合わせたら1日にどれだけの車両が盗まれてると思ってんねんぐらいの感じで、何の調査もしてくれへんし、もう書類は受け取るけどぐらいの感じで、別に何の解決もありませんでしたけどね。はい、国道24号線バイパスみたいになってて、あの信号一区間一区間がかなり長い道路です。かなり長い道路やのに、あのめちゃくちゃ渋滞はします、時間帯によって。今通勤時間帯なので、まさにピークではないでしょうか。2019年12月5日木曜日、朝の7時52分です。そろそろ一旦動画打ち切ります。ご視聴ありがとうございました。ごちゃごちゃ言いすぎてすいません。いろんなことね。敵を作る動画です。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。失礼します。